こんにちは。講演ありがとうございました。ミキアさん、タコありがとう。ランゲランヌさん、シュクありがとうございます。なんでだろう、春分の日違うか。こんにちは。マサさん、花ありがとうございます。リカちゃん、かわいい、ありがとう。ケンタロさん、ハートありがとうございました。ダースーさん、お疲れありがとうございます。アンちゃんさん、お疲れありがとうございます。アンちゃんさん、祝ありがとう。ランゲランヌさん、ありがとう。ハート。86さん、ありがとう。何の祝だろう。何のやつでしょうか。ミキアさん、祝ありがとうございます。祝日の祝違うか。なんでしょうか。今日は公演でした。でも4時から次四国かな、四国ちゃんが公演あると思います。こんにちは。レイコさん、お疲れありがとう。知財さん、お疲れありがとう。そう、ガイドちゃんが4時からで、18時からは多分あれあれ、葵さんの生誕祭です。ふうくん、バラありがとう。ぎょうちゃん、ハートいっぱいありがとう。あと100個ありがとうございます。生誕祭見たかったな。ピンマイカーちゃんとは入れ違い、あ、四国ちゃんと、コクちゃんと楽屋っていうか船入るのと出るのは行き違い、入れ違いだったんだけど。マサピョンありがとう、ハートだったんだけど、そう、楽屋ではピンマイカーちゃんと結構かぶってた、時間一緒だった。ハート100個ありがとうございます。そうだから、リコッチとかミリタンとヤッホーってした。今日はね、あんちゃん、何これ、あ、卒業式のやつか、ありがとう。巻物なんだっけこれ、卒業証書か、ありがとう。りえちゃん、ハートありがとう、いっぱい、なんかハートが、まさぴょんさん、りえちゃんありがとう、いっぱいくれるからめっちゃハートだらけ
ありがとう二人と。デイビッドさん、花、ありがとう。バラ。今日はね、企画 MC は私服紹介みたいな感じでした。そう、これは新しいやつで、下はもう、そう、部屋着に着替えてたんだけど。あんちゃんありがとう、かわいい。みきやさんありがとう、ハート。まさぴょんさんありがとう。そう、下は本当はミニスカート、ミニスカートタイトのミニスカートっぽいやつが良かったんだけど、膝見えちゃダメだったから。まさぴょんさん500個もありがとう、ハート、嬉しい、ありがとう。エイティ六さんとミキヤさんありがとう。うん、ミキヤくん、ハート100個ありがとう。そうだから、そう、本当はあれだったんだけど、なんかもうちょっと合うやつがあったんだけど、ロング、長いズボンにしました。でもあれね、ちょっと大きいんですよね。なんかダースーさん似合う、ありがとう。エイティ六さん、ハート100個ありがとう。なんかね、そう、結構ブカブカで、あれなんか GU のやつなんだけど、下はこれは違うけど、下は GU だったんだけど、なんか結構でかくて、長さもだし、そう、長さも丈も結構長くって、何、ウエストもうなんかめっちゃ大きいの、多分 S サイズじゃないと思う、あれなんか非、ん、なんだっけ、表記が違う気がする。レオさんありがとう。あら、そう、なんか違う気がする。めっちゃ大きかったから、ベルト、そう、サラちゃんが私服、なんかベルト忘れちゃったみたいで貸してみたんだけど、あんま合わなかったランゲランヌさんめっちゃかわいい、ありがとう。メサーピョン、ハートいっぱいありがとうね。なんか大きかったですね靴欲しいなって思った、かわいいやつ。エイティ六さん、いいね、ありがとう。ランゲランヌさん、ハート、ありがとう。メサピョン、ありがとう。そう、私服だとね、ツインテールしないんだけど、こんな高いとこで。ハート1000個、めっちゃありがとう、メサピョンさん。嬉しい。ミキヤさん、アイス、ありがとう。カドさん、お花、ありがとう。うなぎらぬさんありがとう。そうだけど、だからいつもは私服だとポニーテールか結んでるか下ろしてるかな。中は私服の時は、公演ありがとう、お疲れ様でした。レカ、あれめっちゃ、あれなんだっけ、今日さ、淡路島でもイベントがあるじゃん。エイティ六さんありがとう。めっちゃ久しぶりに、またミラーボールありがとう。マサピョンさん歌ってないのにありがとうね。そう、あれ行きたかった。レイカだけ兵庫と大阪のメンバーで、レイカだけ呼ばれてない
まあ、でも独り言で語るくらいなら覚えれないし、なんかめっちゃみんなダンス上手な方ばっかりだったから。淡路島行ったことないんですよね多分。全然麗華が生まれたとこは淡路島とは全然離れてる。また生配信見た？今もやってるのかな、何時ぐらい。ツインかわいい、ありがとう。そう、兵庫ね、兵庫いいとこだよね。また行きたいですね。おばあちゃん家がね兵庫にあるので、スーさんありがとう、かわいい。ゆうへいさんかわいい、ありがとう。淡路島行ったことない？そう、れいかもないんです。淡路島にねクレヨンしんちゃんの置物がいっぱいあるところがあって、そこに行きたいんだけど。そう、ミキヤさんハットいっぱいありがとう。今日なんかね淡路島の、淡路島じゃないけど、ちょっと待って、なんか引っ掛けそう。よし、あ、消えちゃった、あれがライトが。さっきライト、よし、あ、また消えちゃった。なんかね接続が悪いんですよね。ほら消えちゃうの。ついた。どこやったっけ、あれ、こっち。あ、ほらこれなんかもらった、マネージャーさんに。美味しいのか、オニオンケーキ。なんか玉ねぎなんですかって言ったら全然普通って言ってた。だから玉ねぎじゃないかも。オニオンケーキ事務所にあったの、さっきもらいました。春休みに淡路島観光、いいな、レイカも行きたい。なんかどっか遠くに行きたい、レイカも旅行に行きたい。広島から出てどっかに行きたいな。ランゲランネさんありがとう、かわいい。陽平さんありがとう、タワーありがとう、嬉しい、ありがとう、嬉しい、めっちゃありがとね。トシンさんもかわいい、ありがとう。陽平さんありがとう、嬉しい。嬉しい、ありがとう。オニオンケーキ食べたことある人いる？
がとうございます。あ、無音なの？そうなの？ありがとう、陽平さん、嬉しい、よいしょ、ありがとう。ありがとうございます、嬉しい。スクショできた？ありがとね、またいっぱい喋ろうね。ありがとう、前もお話し会ね来てくれたよね、つい最近。ありがとう、大好きだよ、ありがとね、ありがとうございます。無音だったら後で聞いてね。食べたことないケーキ、ミケーキ、真ん中の後ろ、え、知ってる、あれでしょ、矢作萌香さんのアイコンでしょ、ツイッター。ありがとね、嬉しい。うちはレイカの分も作ってくれて嬉しかった、ありがとう。オニオンケーキは何種類か、そうなんだ、これはどういうやつなんだろう。86さん、かわいい、ありがとう。カピバラムキヤさん、とっとありがとう。ツインテールかわいすぎ、ありがとう。マネージャーさんにでもなんか10代までにしといてほしいって言われて傷ついた。今日もかわいい、最強に、ありがとね、タワー、ありがとう。止まっちゃった。りえちゃん、花、ありがとう。